人払い例は、安土桃山時代の文禄元年に、関白、豊臣秀治の名で出された朝鮮出兵のための法令。民別改めとも。全国の国王調査を命じ、市村単位のや数、人数、男女、老若、職業などを明記した書類を作成して提出させたもの。目的は、豊臣秀吉の文禄、慶長の役による、朝鮮出兵のための兵力把握や、 妊婦の動員可能数の把握と言われているが、結果として、平能分離の一因ともなった。そのため、平能分離の一連の流れと、朝鮮出兵の流れの両方として評価されている。資料の吉川家文書には1591年と記されているが、最近の研究においてはこの日付には、 否定的で翌年の1592年の誤りではないかとする説が有力である。また、この1591年に豊臣秀吉によって出された身分統制令の中にも人払い例と共通する項目があり、その方針のさらなる徹底を図ったのが翌年の人払い例発令の意図とする見方もある。旧度申し込一東海白様重六66国へ。 人払いの義をせだされこうのこと。一、焼かず、人数、男女、老若とも、日村切れに書き付けらるべきこと。つけ、方向人、派方向人、長人,人、派長人、百姓者、百姓、一緒に書き出し出すべきこと。天正19年3月6日、吉川文書より抜粋。ありがとうございます。